ちは。こんにちは。はい。はい、石井です。はい。ちょっと今日、強風で大変なんですけど、はい、はい。ちょっと雨パラパラな感じですが、はい、歩いてなんちゃら方がいい。はい。歩いて歩いてなんちゃら方がいいです。42か。はい。ですね。今日はダブルゲストでございます。はい。ちょっと今日、本当にちょっと思ったより風が風が、まあここ抜けてるのかもしれないですけど、はい。はい、ちょっと頑張ってみようと思います。はい。はい。というわけで、はい、ゲストの方。ゲストです。はい、こんにちは。どうぞ、お名前をどうぞ。永井優子です。はい、よろしくお願いします。永井さんは、はい、先日森本慎一郎の声が声を読むのでお会いしました、はい、シンガーソングライターでございます、はい、今度こっちに呼ばれちゃった感じで、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今日はもうダブルゲストなので、もしよかったら、こんにちは、はじめまして、伊沢生と申します。はい、はい、シンガーソングライターをやらせていただいています。はい、よろしくお願いします。というわけでダブルゲストで行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ここちょっと風が強いので、そうですね、風が止むところ行きましょう。はい、はい、目黒川を海に、行く、はい、海に行こうって言って行くはあんまり行かないですね、はい、あ海はなんか基本的に入るものではない。あ、入るものか。そうですね、分かる気がします。見に行く。あの波とかを見て、そうです、ベタベタするしみたいなね、あとのことを考えちゃう年齢になってきた。あ、趣味が いられ、そんなトークでいいですか。ネガティブトークだ。明るく。さあ、というわけで大崎に行ってますけど、はい、この辺土地勘はお二人はありますか。そうですね、僕はですね、ちょっと五反田よりこっち側ってあんまり来ない。あんま来ないですよね。東側か、来ない。中井さんは、私今日初めて降りました。あ、本当ですか。ゼロです。ゼロです。土地勘ゼロ。じゃあ置いて帰りましょう。迷子だ。置いて帰られたら終わりです。石井ちゃんは、私はまあまあまあ、まあ、そうなんですか。いつもどうやって、うん、上川さんが撮ってるのかなと思ったんですよ、これ。こんな感じ。常にこうだけど、喋ってるから、ええっていうことは会話も聞いてるし見てるから、はい、中川さんどんな風にして撮ってんのかなっていうのがこんな風で、今日謎が解けたけど、謎が解けましたか。あの、言わないです。見てる人は謎のまま。今日はちょっとマジで風が強くて大変かもしれない。そうです。もうこれは何だったら後からアフレコするべきだ。で、全然違う言葉をね、当てて口合ってねえ。ちょっとシンプルな。まあ、ぜひちょっとあの声を張り目で、はい、出して腹から出す感じで、ミュージシャンらしく、いい発声で。はい、さあ、というわけで、はい、あの、ヒルさんは初対面なんですよ。はい、そうなんです、はい、皆さん初対面、はい、そうなんですよ。よろしくお願いします。ご紹介なので、ほとんど情報もないままお会いするんですけど。え、池さん、どういうミュージシャンなんですか。そうですね、まあ、もともとは趣味で作曲をやってたんですよ、で、まあ、もともとカラオケ好きだったのもあって、はい、カラオケ行くんだったら、自分が歌いやすい曲を作っちゃえばいいじゃんと。あー、なるほど、すごいポジティブな。それ無料だし、みたいな。感じでカラオケ始まりなんですか。そうですね、カラオケのためにが。そうですね、ちょっとキー下げるよみたいな。あ、はいはいはい、声低そうですもんね。そうなんですね。あ、いい声になった。ちょっと中尾明的。ちょっと明的。なるほど。それでじゃあ曲を作り始めて、はい、こんな感じですね。出会ったという人。新しい。え、今おいくつなんですか。今は24ですね。24歳、はい、作曲は18ぐらいですね。あ、じゃあキャリアはもう長いですね。まあでもしょうもない歌とか。とりあえず目黒川です。はい、お、これ目黒川です。こんな広い目黒川は初めて。目黒川は知ってますか。目黒区とかで、はい、目黒駅から降りた目黒川しか知らないから、はい、そっか、じゃあもっと桜がわーってなってる、桜が浮いてるイメージ。いつもこれなんか雨降ったからか、前回の収録よりこう前もっとグリーンだったんですけど。あ、ちょっと移動する。魚がいますね。それはちょっとボラとかできます。ボラ多分ボラってどんなの。ボラって、ボラってあの頭丸くて、あれボラちゃん知らないですか。ボラどんなか分かんない。ボラちゃん、あのカラスミの親。あ、あ
美味しいやつたまちゃんが入った時にボラが大逆流してきて、これをじゃあ有名にしようでボラちゃんってあの対抗したけどイマイチだったボラちゃん。ボラちゃん。ボラちゃんってなんかちょっとイマイチな気に口がポッてなってる。あ、そうなんだ。今日は試しながら行くので、これこっち行ってみます。はい、はい。車が通らない方がいいので、はい。あ、そうですよね。周音的にね。はい、本当あのテクテクはこういろいろ試しながらで道迷うかもしれない。それもまたそれで楽しいよ、ね。そうですね。迷子になっちゃいます。迷子になる係です。え？そう、石井ちゃんね、あの私マッパーだから。地図が好きなんですけど。結構自信満々に言った割には結構迷って。ひどい時は本当これぐらいで一回迷ったことあったからね。そう、駅からこれぐらいで駅に戻るって言って私に任せてみたいな感じだったんだけど全然ダメだった時は私に任せてって。でもなんかそういう野生の感的なものは、はい、なんかわかります。脳内磁石です。私も割と野生の感信じる、信じて迷う方が迷うと思うんですよ。それは野生の感じゃないと思うんですよ。野生の感と反対の方に行けばいいっていうことは迷い始めて、プロフィール見させてもらったんですけど、はい、はい、ピアノ弾き語り。そうですね、はいはいはい、ピアノは昔からやってたんですか。小学校1年生の時にエレクトーンをやってて、はい、私も習ってました、エレクトーン。なんか習い事だと結構王道ですよね、うん、そうなんですよね。そうなんだ。で途中でピアノに、ピアノにクラシックピアノが弾きたくて。でも、はい、男の子でエレクトーンっていうとちょっと変わってるというか、うん、そうですね、女の子とかが多いですかね、うん、足ちっちゃすぎて足ペダルと右鍵盤があっちすぎてもうそれだけでダメでした。おお、本当に今日すごいな。すごい台風が最大級だと思う今までの中で、うん、本当ですか。はい、前に進めません。そう、お坊ちゃまですか。あー、お坊ちゃま派だかもしれない。ちょっとなんか否定しないところがまたお坊ちゃまですね。まあ、だってそのカラオケ始まりで曲を作ろうだって普通の人はなかなか作れないもんだと思うんですけど、はい、そうですね。なんかあの友達とかとカラオケを行くときに、うん、あの曲を分析する癖があるんですよ。あら、なんか A メロ来た、B メロ来た、あ、間奏でなんかソロが入ってみたいな、パターンをね、はいはい、あ、じゃあその通りに作るのかなみたいなところから始まりました。甘いなとかそういうのがあったんですか。まあなんか振りが甘いなとか、なんとなくやっつけっぽいみたいなのを発見しちゃったんですよ。まあもっと歌いやすくなるだろうみたいな。すごい入り口で、そこからそのいわゆるミュージシャンっぽくなる経緯があるわけじゃないですか、はい、そうですね。それは飽き足らずになったんですか、カラオケだけじゃ。ですね、周りにミュージシャンを目指してる友達が結構いたんですよ、はい、でそういう人たちが一生懸命頑張って活動してるのを見て、うん、俺も頑張ろうかなと思ったんですね、はい、え、じゃあまだ周りで一緒に活動してる人一緒っていうかその、はい、同じフィールドで、はい、まあいろんなジャンルの友達がいますけど、うん、そうですね、音楽仲間は恵まれてると思います。ちなみにジャンルはどんなジャンルなんですか。周りのあの自分の、自分のですか、はい、自分はピアノの弾き語りでポップではあるけれど、はい、ちょっとアングラな感じがいいかなって思って。アングラなんですよ。お客さんが喜びそうな曲を作ろうとかじゃなくて自分の歌いたい曲を作ろうみたいな、アングラでなんそういうところでアングラで。ヘッテク TV はいろいろ弱いものがあるんですけど、風にも弱いし、はい、セミにも弱いんです。セミにも弱い。やられてますね。ここはなかなかセミシャワーです。そうですね。あ、季節感たっぷりで。セミに勝ってくださいね。あります。はい。いやでもこれ今日マジですごい、今までの中で一番本当風がすごいの。サバイバルな。今は、はい、どんなとこで活動を。そうですね、まあまずはおお、強いですね。これまでの、はい、ここからこうカーブの道があるのかな。車道沿いだと厳しいんですよ。あー、車ですね。そうなんですよ。だから
じゃあちょっと裏道通りますか。はい。やっぱトラックとか通りますね。そうなんですよ。ただ工業地帯に入ってますね。これはもう思いっきり幹線道路だからね。山手通り。山手通り。行き止まりって書いてないけど、車も行き止まりかね。じゃあ車じゃなくて歩きも行き止まりかね。歩きは行き止まらないんじゃないですか。そうですかね。まあ行き止まったら戻れば。いや、なんか行けそうな気配もあるんだけど。あ、すごいすごい。でもここで終わりだったり。なん。あ、行ってる行ってる。行ってる。冒険冒険。あ、いい道ですよ。ちょっとなんかこう小さんぽ的な要素が入ってます。そうですね。入ってましたね。しかもね、多分それこそ小さんぽなりもやもやさんまなりなんなりは全部相当これ調べてるけど、はい、本当に俺ら行き当たりばったりだから。あ、新幹線のところ。あ、でもこの上行けんじゃない。この上行けんじゃないの。すごいな今日。今ね、すごいカラスが勝手に流されてる。行けんのかな、こんなところ。そうね。さあ、どんどん目黒川から離れちゃってる。まあいいや。なんかちょっと南北状況が。本当だ。バナナ。バナナ。バナナなって。でも上川さん三茶住んでるんですか。はい、住んでますよ。私あの都内に初めて出た時に、はい、住んでたの三茶の方なんですよ。あ、本当に。上町だったんだって。どれぐらい前ですか。車手の時なので、うん、もうかれこれ8年9年。あれなんで、あ、今の活動エリアは千葉とこっち都内ですよね。そうですね。なんで千葉に戻っちゃったんですか。いや、千葉もいいかな。いやでも千葉もいいミュージシャンいっぱいいるんですよ。まあね、いや何も千葉は悪いって言ってます。でも しんどいじゃないですか、都内来るのやっぱり。やっぱしんどいですね。でもなんかこの私の実家の、まあ、近所じゃないけど、近所とさっき石井さんと盛り上がってたんですよ。あ、本当に。これ何ですか。公園ですか。じゃあちょっと永井さんの話も聞きましょう。はい、はい、何でも聞いてください。はい、永井さんは隠し事ないシンガーソングライター、はい、シンガーソングライターピアノ弾き語りですよね。はい、永井さんもピアノ。そうなんです、ピアノ弾き語り。で前回のお話も聞きましたけど、はい、千葉と都内と2拠点で活動してるというか、ほぼ2拠点、はい、ちょっと広げていきたい所存です。え、今よりですか。はい。おお、すごい精力的ですね。すごい精力的なことばっか言って、うん、はい、本数少ないみたいな。そうそうそう、そんな感じなんですけど。千葉はどの辺でやってるんですか、大体で。千葉は市川に、市川、はい、はい、あのライブ、レストラン、はい、バー的な。市川の辺多いですよね、八幡田とかね。はいはい。なのでそこで自分の企画をやっていて、あ、そういうのもやる。はい。あ、そうか、それでなんか森本君、あ、そうなんです、ね、ご知り合いだったよりも出ていただいて。おお、またすげえ風が。今日は今時珍しいですね。まさか。まさか。招き入れだけど。はい、どうぞ。じゃあ3人で。これ3人で乗ると割と。でもね、上川さんこれ、はい、びっくりするほど、はい、足が入んない。あ、そう、確かに。俺しかも後ろ姿。そうね。いや、これで、ね、回りながら喋ればいいんだよね。そうそう。あ、俺がこうやって地面を蹴って。そう、これ、これで回す。あ、だんだん酔ってきますね、これは。これで。逆回しがいい。あ、じゃあ交互にしますか。これで、で、都内はどこで活動してるの。これ何の図遊ぶのね、みたいな。そう。都内は下北か、はい、あとは代々木とか。今はでも最近代々木はあんまり、あ、そうなんだ、ね、うん、じゃあ、あれですよね、CD は下北のロフトレコード、うん、ロフトレコードか、あ、そうです、おかげさま、おかげレコード、おかげレコード。